皆さんこんにちは、クミキーこと船山久美子です。今日はですね、なんとイエーイ、チャチャマルくん持ってます。チャチャくんです、イエーイ。さっきまで元気だったんですけど、ちょっと元気ないわけじゃないですけど、犬かぶりしてます。犬かぶりモードな感じなんですけど、今日はチャチャくんと撮影していきたいと思います。今日なぜチャチャくんを連れてきたかっていうと、チャチャくんと住み出して、1年半ぐらいかになるんですけど、すごいずっと一緒にいる中で、やっぱり猫ちゃんとまた違う表情がたくさんあったりとか、すごくいろんなことを訴えかけてくれてる気がしていて、なのでそのチャチャくんの犬の気持ちっていうのをちょっと知りたいなって最近思って、すごいものをゲットしたんですよ。じゃらーん、お、チャチャくんも立ち上がりました。こちらバブリンガリー、なんとこれね、2002年のものなんです。なんでちょっとね、なんだろう、デザインとかもちょっと懐かしい感じがあるんですけど、このバウリンガルを使いながら使っていくと、鳴き声で愛犬の気持ちがわかるらしいんですね。だったりとか、そのちょっとした仕草とかでも、その今どういう心境なのか、あのワンちゃんがどういう心境なのかとかも分かるので、人間と猫、ワンちゃんでコミュニケーションが図れるということで、バウリンガルを使っていきたいと思います。チャチャくんどこ行った？チャチャくん、おいでおいでおいで。飽きたの？もう飽きたかね。果たしてできるのか不安になってきました。はい、中身はこんな感じになっております。これがボイス、声を取る機械ですね。こちらが犬の気持ちが分かるらしい。なんか商品説明みたいになってるよね。本当にやりがち。あと私の直したいところ、すぐにこうやってなんか綺麗に見せちゃう。本当この癖直さないと。あとこれは何だろう、これはこうやってかませて首輪につけるらしいです。で、今どういう、チャチャくんがどういう気持ちか、まず早速やってみよっか。じゃ、仕草翻訳やっていこう。じゃあまずは、耳をリラックスさせて普通にしている、後ろに引っ張ったり、引っ張ったようにさせている。今は後ろに引っ張ってますね、耳を。ちょっとこれを仕草翻訳していきたいと思います。女の子のが好きだね。そう、女の子のが好きですね、完全に。わかりやすいね、キャラ。わかりやすいね、キャラ。わかりやすいね。あ、じゃあ耳を。そうだ。ね。ちゃちゃくん。ちゃちゃくん、じゃあここでやるからね。いい？途中からやったみたいな。ピコン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 。ちゃちゃくん、後ろを、じゃあ、耳を後ろに引っ張ってたようにさせている。これを。ちょっとじゃあ仕草翻訳していきたいと思います。いきますよ。なるほどって感じ。緊張していたり怯えていたりしています。優しく穏やか。あ、すごい、気持ちを察したら近寄ってきてくれた。そうだよ、僕そういう気持ちなんだよ今っていうこと。へえ、楽しい。そういうことな。まだ1個目だけど、ちょっとなんか心が通じ合えた気がする。やっと通じ合えたね、チャチャくん。あの、ワンちゃんってめちゃくちゃ繊細で、やっぱ私のがどういう状況かによってそれが伝わりやすいんだなっていうのを一緒に住んでてすごい感じるんですよ。なので今多分私が仕事モードになってるのか、ちょっと緊張してるのが多分カメラ回った瞬間伝わったのかなって。じゃあ穏やかに接したいと思います、チャチャさん。じゃあ他のもやってみよう。じゃあちょっとチャチャくんもまだ慣れてないから、健康チェックをしていきたいと思います。はーい、いきますよ。じゃあ目、様子はっていうのが出てきて、目やにが出る、涙が溢れる、目を描くっていうのがあります。どうですか、チャチャさん、目やに出てますか？どうですか？白濁はしてないですよね。色地、白目が黄色くもないですし、目が出てはいないですね。どれも当てはまりませんでした。じゃあ次は鼻を見てみましょうか。鼻血が出てますか今？鼻血は出てないですね。
腫れてますか？お鼻って腫れるんですか？腫れてないですね。鼻も今のところ濡れてます。鼻も大丈夫で鼻水は出てない。どれも当てはまりませんでした今度お口ね。じゃあ次の様子。はい、よだれが多く出る。そうです。よだれは、よだれは特に多く出てない。ハーハーもしてないですね。口臭が、あ、口臭はちょっと強いですねワンチャンあるあるですけど、ちょっとね、あ、臭いですね。じゃあ口臭、口臭が強い、行ってみましょう。あ、診断結果、早めに病院へそりゃそうだ。あの、ちゃんと歯石は取ってますじゃあとうとうボイス翻訳をちゅうちゃくんやろうと思います。ちゅうちゃくんの気持ち暴いちゃうからね。またこっち行くの。あ、カメラ好きだからねこれをつけました。そしてここからボイス翻訳モードです。なんかすごい音声入力待機中ってなった。でも基本的にちゅうちゃくん吠えないんですよ、あんまり大丈夫よ、大丈夫、大丈夫、やる、やる、やるかい、やる、やります。出ましたすごく感じ悪いぞごめん、ちゃちゃくん、いつもお家でやる遊びやったんだけどほら、なんかすごい大人だよ、ちゃちゃくん。ちゃちゃくんちょっと合ってる。すごく感じ悪いよね、ごめん吠えさせようと必死だったよね。反省した。ちっちゃくんの気持ち分かってよかった。じゃあちょっとなんか違うのもやってみる。うーん、おん、気持ちよくなっちゃった。おん、うーん、うーん、ご機嫌斜めだよーって言ってるごめん、ご機嫌斜めなの。じゃあご機嫌取りする。てってりーん、おやつおやつ、おやつする人。はい、お座りは。はい、行こう。待てよ、待て。よし、行くぞ。よ。こいしょ。よし。まだご機嫌斜めだよ。いいよ、食べて。待てよ。じゃあ待って。よし。食べました。はい、というわけでちょっと初めてのバウリンガルを使ってちゃちゃくんと会話をしてみたんですけど、感じ悪いぞとちょっとご機嫌斜めだよとか、そういう今までやっぱワンちゃんの気持ちにめちゃくちゃ寄り添って会話をしたことがなかったんだなっていうのにも気づいたし、もっとちゃちゃくんの気持ちになろうっていうのを改めて思いました。ちゃちゃくんありがとう。今日は実際ね、やっぱり吠えないと声がわからないので、ちょっとまあ難しいなっていうのもありつつ、でもいろいろと知れたのでまたちょっとこれはやってみたいなと思いました。はい、という感じで今日はちゃちゃくんも一緒に撮影だったんですけど、いかがだったでしょうか。ちょっと僕緊張してしちゃってたので、なんかかわいい、僕のかわいいところちゃんと見せれたか不安ですけど、
よかったらこれからちゃちゃまるくんもたまに出てくるのでよろしくお願いします。はい、あのいいねボタンとチャンネル登録もよかったらお願いします。というわけでくみっきーチャンネル見てくれてありがとう。またねー、バイバーイ。